おはようございますいいのそれでおはようございますはい、ロケです。今日はロケなんですけど、ゲストがいます。曇るな、まだ曇るな、だいぶすごい曇るな。カメラにあんまり隠せないから曇るんだよな自己紹介後でいい今しろよ嘘だろいや自己紹介させてください。はい、オープニングですからね、お願いします。ごめんなに今食べてる、今食べてる朝ごはん食べてた。ごめんなさい。いや、思い立ったが吉日ばりにね、録画し始めたから。都会に憧れて、ポンポンとかのことやってきた。現代のバケダムこそは、マークのことさ、カメラがまさきちだよーい。イェーイ、まさきちゃんがいらしてくださいました。はい、来ました。都会に憧れたのに田舎に連れてきちゃった。あー、変わんねえ景色。実家のような安心感がある。実家のような安心感。田舎と田舎、田舎と田舎、ようこそ。今日はですね、はい、幸福の土佐御神巡り、奥四万十エリアを回ろうと思うんですけど、よただあのね、あとこのオープニングが終わった後で多分エリアの説明をするんだけどさ、奥四万十エリア、どういったらいいかな、海沿いと山沿いに分かれてるんだよね、ロケーションが。でさすがに1日でこれを回るのは大変だと思う。高速とかがあるわけじゃないからバカみたいな山道走るから多分時間かかるぞと思って、海沿いのエリアはもう事前にロケ済ませてるんですよね。だから今から流れるのはまさきちゃんがいないロケ、いないやつ、そこに私はいません。そういないロケをまずは流して、多分前半それで前半終わるんじゃないかな。で後半にこれから撮る映像を使うんですけど、ただですね、一箇所ロケ回った時に一個買い忘れまして、本当さ買い忘れちゃってさ今日予定するルートから外れるじゃん。そうなの。まずはちょっと買い忘れた一個だけを、そんなに時間かかんないから買わせて、一個だけを買いに行って、で山側の方に海側を回ったので、事前にちょっとだけ行って帰ってきて山に行こうと思います。ほんとバカ反省してください。はい、すいません。はい、ということで元気に行きたいと思います。はい、タイトルコールドン。それでは行ってきます。宿二一郎の一旅。突然ではありますが、ここで打倒77の資格、幸福の土佐御朱印巡り制覇の旅の企画内容を説明いたします。今回の企画のメインである幸福の土佐御朱印巡りは、高知県の観光を PR するために2023年7月から2024年3月の期間で実施されているスタンプラリーキャンペーンです。決められた施設で対象飲料を購入すると、その商品にちなんだ御朱印ステッカーとシリアルコードがついたスタンプラリーカードがもらえます。カードに記載されているシリアルコードを特設サイトで入力するとスタンプをゲットでき、集めたスタンプの数によって豪華景品が当たる抽選に申し込みできます。でも今回俺が集めたいのはこっちのステッカーの方。しかしこのスタンプラリー、見た目のおしゃれ具合に対して中身はかなりガチなキャンペーンなんです。高知県全域を7つに分けたエリアの中に、なんと77の対象商品がまんべんなく分布しており、完全制覇の難易度はかなり高め。さらにお店ごとに営業日営業時間が違うため、貴重な1回のロケで効率よく施設を回るためにはルート決めなどの事前の準備が必須。果たして宿二一郎は無事に全てのロケーションを回りきり、新しい趣味であるステッカー集めを満喫することができるのか。これは高知の片田舎で活動する VTuber のあまりにも見切り発車な挑戦の記録です。改めまして宿二一郎です。幸福の土佐御朱印巡り制覇の旅、4回目となる今回もなんと前回に引き続きゲスト回となりました。今回は知り合いの VTuber 金永正吉さんと一緒にロケに行ってきた様子をお届けしたいと思います。今回2人で回ったのは奥四万十エリア。海沿いから山奥までいろんな風景を見ることができるエリアです。そしてこちらが奥四万十エリアのエリアマップ。このエリアは広いながらも海と山のロケーションにはっきりと分かれたエリアです。
今回は正吉さんから山側にある高知県高岡郡梼原町の施設をいくつか回りたいというリクエストがあったので、事前に竹仁一郎一人で海側のエリアを回りました。が一箇所対象商品を買い忘れてたことに家に帰ってから気がつきましたので、正吉さんとのロケ当日にそのロケーションにもう一回立ち寄った後、山側のロケーションを回り、最後に梼原町を街歩きしてきました。このエリア件数自体はそこまで多くはないのですが、ロケ先同士の距離が開いていることに加えて、かなり山深い道を通るエリアもあって、全部回るのに結構時間がかかりました。そのあたりも含めてお楽しみいただけたらと思います。それでは行ってみよう。1軒目にやってきたのは文元ブルワリーさん。2022年にリニューアルしたこの酒蔵は、日本酒の試飲販売だけでなく、コワーキングスペースや酒蔵見学なども行える施設なんだそうです。1903年創業当時の建物の温かみを残しつつ、新しいものを取り入れている本当に素敵な空間でした。ここで買った商品は2つ。1つ目は純米大吟醸四万十火入れ。爽やかな香りとすっきりとしたキレが飲んでいて気持ちいい日本酒でした。2つ目は清酒華やぎ。軽やかでフルーティーな甘さが口の中でふわっと広がるお酒で、かなり俺好みの味でした。日本酒を飲み慣れてない人にもおすすめできるお酒だと思います。奥四万十エリア2カ所目は酒の山本さん。四万十町大正という場所に今回初めて来ましたが、穏やかな時間が流れるすごく静かな地域でした。あとお店周辺の自由なオブジェたちも素敵でした。こちらで購入したのは栗焼酎ダバダヒブリ。栗を作って作られたこの焼酎を今回はお湯割りで。焼酎はあんまり飲まないタイプなんですが、芋焼酎よりも香りや風味が濃く深みのある味わいが特徴的でした。次にやってきたのは道の駅あぐり久保川。この道の駅、高知自動車道の終点である四万十町中央インターチェンジの近くにあるので、高知県西部方面に遊びに行くときはかなりお世話になっております。今回は食べませんでしたが、地元で飼育されたブランド豚四万十ポークをたっぷり使用した豚まんが有名です。この場所の対象商品は生姜好きのためのジンジャーエール。口に含んだ瞬間さっぱりとした甘さ、後味に高知県産の生姜の辛みがじんわりと舌と喉に広がって、甘さを求めてまた一口を繰り返してしまう癖になるジンジャーエールでした。久保川から車を走らせやってきたのは、一旅でも登場した呉大正町市場がある中土佐町の西岡酒造さん。なんとこの酒蔵は江戸時代中期1781年に創業、243年もの間ここ中土佐町で9代にわたって酒造りを行ってきた県内最古の酒蔵なんだそうです。店舗内にはかつて酒造りに使われていた道具などもたくさん展示されていました。そんな西岡酒造さんで購入したのは辛口純米呉。一口でガツンと日本酒の芳醇な香りが口の中に広がった後に、喉がじんわりと熱くなる感じ。呉は辛口が有名なお酒なんですが、その評判に恥じない飲み応えでした。あと練習用のグラスとマスがあったのでセットで購入しちゃいました。練習好きにはたまらないセットですよね。西岡酒造から少し移動してやってきたのは道の駅中土佐。中土佐町の海山川のグルメが勢ぞろいした施設です。敷地内には地場産品の販売所や浜焼きのお店、地元で作られたイチゴを使ったスイーツのお店があります。ちなみにそのイチゴのスイーツのお店もロケーションの一つです。ここでの対象商品は中土佐いちごビール。今回はホワイトエールをいただいたんですが、開けた瞬間ほのかにイチゴの香りがしてびっくりしました。クラフトビールなのに思っている以上にイチゴの風味がしていて、とても飲みやすかったです。見つけたらまた買おうと思います。道の駅中土佐の敷地内にあるもう一つのロケ先がこちらの風工房さん。風工房さんは高知市のスーパーでもたまにいちごのシフォンケーキやチーズケーキを販売している県内でも知名度の高いスイーツのお店です。
地元で採れたイチゴだけを使ったシフォンケーキやチーズケーキを一郎はよく食べてます。風工房の対象商品はイチゴのスムージー。イチゴのつぶつぶ感があって飲んでいて楽しかったです。イチゴのシロップもかかっていたので、イチゴのフレッシュな酸味と合わさって口の中が爽やかな感じになりました。奥四万十エリアロケ1日目、最後にやってきたのは道の駅カワウソの里須崎。ここ須崎は高知が誇るゆるキャラ新庄くんの出身地です。町の至る所で新庄くんを見ることができるんですよ。こちらで購入したのは吉平の合わせ生姜。お湯に溶かして飲んだんですが、これはあったかい冷やし飴でした。これ高知の人にしか伝わらないかもしれない、甘みの中に生姜のピリッとした辛みがいいアクセントとなっていました。喉にとても良さそうで、今度配信中に飲んでみようと思います。お疲れ様で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 す。まさきちゃん、なんか顔眠たそうだけど大丈夫？いや別に眠くはないですよ。大丈夫。いや、なんか今見たらなんかすごい目が半分しか開いてないから、はあ大丈夫かなと思って。大丈夫そう。見てこの目の輝き。あ、本当だね。大丈夫。ということで、1日目、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと何するの？今からいや、あのフリートークです。フリートーク何のフリートークするの？だから、あのさっき、今さっきまで見てもらったじゃん、あの前1日目の、はい、だから俺が一人でロケしたあの映像が流れた後なの、はい、今、はいはいはい、それのフリートークです。いや、ちょっと待てー。何待て、まさきちがおらんロケの感想、まさきちが言わったらあかんのか。そう、いかがでしたか？まあ、ひとまずわーっと1日目の映像見てもらいましたけど、はい、なんかいかがでしたか？見てみて、なんかここ気になったなとかありました？いや、いっぱい気になったのはありましたけど、はい、まあ、なんといってもね、やっぱお酒が美味しそうね、うん、お酒、いろんなお酒回ってた、うん、あの1軒目のさ、海本酒造さんがさ、えらいおしゃれだったのよ。めちゃめちゃおしゃれ。あれでしょ、あの猫のフェルメールのあったとこ。そうめちゃめちゃおしゃれだったのよ、マジで、あの店、うん、いいな。そうあれをさ、まさきちゃんが全泊してくれた時に、ここの、うん、あの文元四万十純米吟醸と、うん、あと花柳の2つを、うん、あの、まあ、あの2人で、まあ、試飲というか飲んでみたのよね。乾杯しましたね。ね、いかがでしたか？覚えてます。いや、両方とも美味しかった。ね、確かね、花柳だったっけな。はいはいはい、赤いラベルの方ね。うん、そう、赤いラベルの方、あの名前もね、すごく華やいでるっていう感じもあって、うんうんうん、すごくね、味にもそれがあの反映してるっていうか、すごくね、華やかな感じでした。フルーティーで甘い感じの。ね、なんかもう本当になんかこう日本酒の、甘い日本酒のすごい甘みをすごく強調してる感じのお酒だったよね、あれ。そう、あれだったらね、結構日本酒初心者の人とかでも結構飲みやすいかもしれない。うん、俺どっちかっていうと、あの青いラベルの純米大吟醸の島戸の方ね、のあのなんかもうね、すっきりとした喉越しというかね、なんかこう後味というかね、あの感じの日本酒を俺石でガンガン飲むの大好きなんだよね。なんか日本酒って感じだったね、あれは。そうしかも高知の、そう、いや、高知はやっぱりね、あの甘めなんだけど、あの後味すっきりのこうキレが特徴だから、本当にね、もう冷酒をおすすめです。私は冷酒ですね。高知の酒といえば冷酒、ガンガンに冷やした、そう、やや甘めの、そう、やや甘め、キンキンがねベストです。もういいお酒でした。っていうか、行ったことなくてさ、俺今まで文元酒造さん今回ので初めて行ったんだけど、あんな、なんかこう、そんなに、ま、遠くないっていうとそんな嘘なんだけど、でもそこまでなんか距離離れてないところにあんな酒蔵さんがあって、しかもご飯美味しそうだったな、そこ。いや、ご飯のさ、画像さ、見せてくれたじゃん、確か前日かその前かぐらいに見せた、メニュー見せた。めっちゃおしゃなところ行ったって言ってさ。そうあれ、ご飯美味しそうだったからね、あのいつか行きたいのよ、また。あれはね、再び立ち寄りたいお店でした。生殺しでした、はい。なんでこの、はいはい、彼らがまさきちなのに、なぜ今回は、いや、多分ね、これからあの後半の旅のね、まさきちが行ったロケの
映像が出ると思うんですけども、はいはい、なぜそちらに出ずにこのお酒のコーナーのロケに正吉がいないのか。いやちょっとそれは後で言い訳させて。一番最後で言い訳させて。ごめんね。OK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  ちゃんと聞いたるわ。はい、そしたらですね、ここからは正吉ちゃんが合流してくれた、2日目のロケの様子をお届けしたいと思います、はい、どうぞ。さあ、正吉さんと合流して奥四万十エリアロケ2日目ですが、まさかの買い忘れがあり、再び道の駅中戸さんにやってまいりました。やらかしました。完全にタイムロスです。泣いてます。買い忘れていたのはこちらの甘酒。どぶろくも対象商品だったんですが、他のエリアですでに何本も買っていたので、ここでは甘酒を選びました。映ってるどぶろくは正吉さんが買ったものです。甘酒はスムージーのようなクリーミーな飲み応えで、お米由来の濃厚な甘みを味わえる一本でした。次にやってきたのは道の駅伏賀坂。清流四万十川の源流点の近くにある道の駅なんだそうです。ちなみに道路を挟んだ向かいにはローラー滑り台がありまして、動画を撮りながら大人2人でギャーギャー言いながら滑ったんですが、なぜかデータが見当たりませんでした。今回の一郎は相当やらかしてるみたいです。すいません、ごめんなさい。気を取り直して対象商品の紹介に行きたいと思います。ここでは2つ対象商品がありました。1つ目はどぶろく竹城。しっかりとした米の甘みがあり、お酒の香りとのバランスがとてもよく、さらっと飲めるタイプのどぶろくでした。2つ目はかぶせ茶パウダー。お湯やお水で手軽に緑茶をいただくことができる商品なんですが、おすすめしていたのはなんとビールと合わせる飲み方。水で溶かしたパウダーを泡少なめに入れたビールに静かに入れるとのことで、やってみたのがこちらです。見た目はかなりしっかり緑色。気になるお味はビールの風味はそのままに、後味にお茶の味がすることで爽やかさが足される気がしました。まさきち、お前こんな姿にこんな瓶に入れられてタヌキの油って本当にタヌキの油なのかな。道の駅伏賀坂からさらに山の方に車を走らせやってきたのは満天の星さん。高知市にもアンテナショップを持つ満天の星さんは、津野町で作られたほうじ茶を使ったスイーツ満天の星大福やほうじ茶ソフトクリームなどを販売しているお店です。満天の星さんの対象商品はほうじ茶。入れた時の香ばしい香りがとても上品で、紅茶のようなあっさりとした味わいで、甘いものと合わせると幸せになれる、そんな飲み物でした。満天の星さんから次のロケ地に向かう道中で国道439号線を通ることが分かり、せっかくなので動画を回してみました。というのも国道439号線はかなり有名な国道でして、439という数字から国道予作の愛称で親しまれています。なかなかハードな道のりの動画が撮れたので、その様子はこのシリーズが終わった後で別動画として公開予定です。お楽しみに。話を戻して、国道439号線を走っていると山の中に突然キムチの文字が書かれた上りが見えてきました。あまりにも緑に映える真っ赤な上りが気になって寄り道してきたところ、なんとそこには韓国料理がいただけるレストランがあったのです。思わずこんなところにって言っちゃったんですが、ちょうどお昼時の時間に差し掛かっていたこともあったので、ここいらでお昼をいただくことにしました。というわけで今回のお昼ご飯はこちらのレストラン高取さんでいただきます。ここなんと韓国料理が食べられるだけでなく、岩盤浴もできるレストランだということが分かって、めちゃめちゃびっくりしました。じんわり汗を流した後で食べる韓国料理、めっちゃ美味しいんでしょうね。そんなレストラン高取さんでいただいたのはキムチチャーハン。メニューにチャーハンを見つけたら頼まずにはいられない男、宿日郎です。よろしくお願いします。キムチがただ辛いとかじゃなく、辛みと一緒に旨味もしっかり出ていて最高に美味しかったです。ちなみに正吉さんはビビンバを頼んでましたが、そっちも香ばしそうな匂いがしていて、めちゃめちゃうまそうでした。再び国道439号線を走りやってきたのは愛の里松原。とんでもなく静かな自然の中にあるこちらの施設には、この辺りの地域で採れた新鮮な野菜などが販売されていました。向かいには素敵な雰囲気のパン屋さんもありました。そしてこちらのロケーションで購入したのは800ドロロというどぶろく。ちょっと開けるのが遅くなって酸味が強くなっちゃってましたが、今まで飲んだどぶろくよりもすっきりと飲める気がしましたけど、薄味とかでは決してなく、しっかりお米の甘みを感じられたので、比較的飲みやすいタイプのどぶろくなんじゃないかと思います。
奥四万十エリア最後のロケーションがこちら、梼原町内にある町の駅梼原。ここ地場産品を販売しているだけの施設ではなく、ホテルも併設されていて宿泊することが可能なんだそうです。こちらの対象商品は高知県産の山菜イタドリを使って作られたイタンポ茶というものだったのですが、なんとロケ当日は品切れとなっておりました。店員さんに確認をしたところ、同じくらいの金額の商品を買えばステッカーをゲットできますよっていうことだったので、店内を歩いていて気になったチャツネという商品を買ってみました。野菜や果物に香辛料を加えて漬けたり煮込んだりして作られたこちらのチャツネは、いろんなスパイスの香りがする食品で、チーズとの相性がバッチリ、お酒と一緒に美味しくいただかせていただきました。というわけでフリートークです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。2日目の、ロケの様子を今見てもらいましたが、いかがだったでしょうか。まあやっぱずっと山だったねそれそれはそう、それはそう、ずっと山だったね山だったわあとね、やっぱね、はい、今回の旅で一番の目玉だったのはあれじゃない。 どうですか。たぬき油あの道の駅伏賀坂でまず見つけたたぬき油ねしばらく呆然自失としてたもんねあのあれ見つけた時のね、あのまさきちゃんのリアクションすごかったそう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 つってしかもまさきちゃんしかもなんかあの田舎あるあるなのか分かんないけど、何か所かあったよねたぬき油。この後もね、何か所か、ま、回ったし、梼原の方もね見たけど、あるんだよね。で、梼原のとこにもたぬき油あったんだよねあるんだよねなんかもう、なんかあのこの1日のロケの中で関して言えば、たぬき油はだいぶポピュラーなものだった。たぬきが何をしたわかんないけど、わかんないけど恨みでもあるのか。ない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 、ね、そんなことない、そんなことない。でもさ、なんか見たけどさ、うん、なんか食べれるみたいなこと書いてなかった？そう、なんかね、舐めるみたいなこと書いてたよ。舐める、そうそう。そう、舐める、皮膚につける、髪につける。そう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 。でも火を置くと臭くなるみたいな。そう、なんかね、あの常温にするとだいぶ匂いが出るからみたいな。常温にすると分かんないけど、なんかこうそんなこと書いてた。ちなみに買ってません。買ってませんでした。あの買うかどうかめちゃめちゃ悩んでました。悩んだね、だいぶ悩んだ。でも臭くなるのかと思ってね。そう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 、最初買ってなかった。まさきちゃんは自前であるから大丈夫自前の油、いや体から取り出すわけにいかんやろあ、それを見つけたのが確かね、伏賀坂だったんですよね。あのそうね、1か所目2か所目のロケーションか。はい、なんか足りなくないですか、映像。え、何ですか、足りなくないですか。なんか、はい、なんか結構長時間ケツが痛い思いをしたはずなんですけどえっとですね、違う、あの伏賀坂にね、ほら、あのローラー滑り台が映ったじゃないですか、ちらっとね。あのちゃんと滑ったんですよ、2人 で、で俺はスマホをちゃんと抱えてね、体の前に抱えて滑ったんですよ。うん、で家に帰ってみたら全然データがなくてあれ、ちゃんとまさきち確認したよ、カメラ回ってんのあれ撮ってなかった、あれもう本当どうなってんだ一旅あのちゃんと滑りましたよと、あのいうのだけここで報告しておきます。はい、あと何だったら、あ、お昼のレストラン美味しかったね。あそこね、いや、あのあそこに行くまでもかなりドラマチックであったんだけどだいぶドラマ生まれたよ。そう、あの、あの国道予作っていうところをね、ちょろっとだけ映像流したんですけど、あの通ったんですよ。あのもう国道予作って結構有名なあの道なんですけど、あのそこを通ってで次のロケ先に向かってたんですけど、まさかなんかあんなレストランがあると思ってなくて。確かにね。だから2人で何ここ何ここって言いながら立ち寄ってご飯食べたのめっちゃうまかったね、あそこね。めちゃめちゃうまかった。あそこでご飯食べて、キムチチャーハン、キムチチャーハンがうまかったです。キムチチャーハン、もう画像もうるさかった動画がうるせえまさかあんな山の中でね、あんな本格的な韓国料理食べれると思ってなかったので。まさきちはまさきちでね、ビビンバの方美味しくいただきました。そう、うまそうなビビンバでした。またね、あのそう、
あの予作の動画はあのこの動画とはまた別の動画にして出そうと思ってはいますので、そちらはね、はい、あのまたいつ出るか分かんないですけど、あのお楽しみに、お楽しみください。はい、さてこの後なんですけど、はい、この後なんですけど、梼原に行きましたよね最後ね。行った行った。そう、梼原っていう町がですね結構面白い町で、あのなんていうのかな、印象的なというか、あの結構特徴的な建物だったりとか、あの昔からあるあの建造物とかが結構残ってる町なんですよ。うん、であの今回まさきっちゃんがねロケするときにどうしても見たいっていう施設がいくつかあってね、そんでも行きたいんですすごいすごい力すっごく行きたかったんですよまさきっちゃんが行きたかったところはどこでしたっけ。図書館と、はい、あとあれ結局何の建物なのかは分かんなかった美術館。まさきっちゃんが行きたかったのは、雲の上の図書館っていうあの梼原町 の, あの町立のというか、あそこの町の図書館とあの雲の上のギャラリーっていうのがあるんですけど、どちらもですねあの熊健吾さんっていう建築家さんがあのデザインを手掛けた建物がありまして、 そこに行くついでにですね、あの俺が今度は梼原で行きたいと思ってた梼原座っていう結構なんかこうマジで昔からあるねあの芝居小屋があったんですけど、そこに立ち寄ったりした、まあ、街の中のいろんなところに立ち寄った映像をですねこれから流そうと思います。はいはい、なんかこんなところあるんだっていう感じで見てもらえたらと思いますので、そちらの方もお楽しみください。すごく雰囲気がいいのでぜひぜひ。はい、ということでどうぞ。
はい、というわけで梼原のいろんな建物を見て回りましたが、いかがでしたか？いや、よかったテンション高え本当によかった。見たかったものが見れましたって感じです。行ったことなかったんだっけ？行ったことない。あ、じゃあ今回初訪問だったんだ。全部初梼原です。いかがでしたか、あの雲の上の図書館とか。いや、雲の上の図書館ね、あのすっごく、なんだろうな、あの隈研吾さんの独特のね、あの蜂の巣じゃないな、なんて言ったらいいんだ、鳥の巣みたいなさ、デコボコした特徴的なやつがふんだんに使われててね、あ、これがデザイナブロ実用的ではないにしろね、やっぱああいうのか、ああいう組み方が構造的に可能っていう技術面的な部分で感動を受けたね。なんかあの、なんか木の組み方をなんかこう、なんていうの、実際に体験できるちょっとちっちゃいミニチュアみたいなのあったよね。あったあったあった。あのね、あの雲の上の図書館なんだけど、いろいろ木が組んであったじゃん、はいはい、あの木自体もね、確かね、正吉の記憶が確かだったら、梼原さんの杉の木だったはず。はい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 、そうだからね、もう地産地消というか、その地域に特化した建物ですね。あの雲の上の図書館は高知にいても梼原のあそこはすごいぞって、あの全然みんな知ってる場所だから、俺も久しぶりに行けてよかったし、なんか思ってた以上にさ、あの本当にあの町の図書館なのよあそこが。そう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 、だから地元の人たちが本当にちっちゃい子供からあの中高生から大人の人まで、なんかこう勉強してる学生がいたり、なんか友達とゲームしてる子供がいたり、新聞読んでるおじいちゃんがいたりみたいな、なんか本当町の憩いの場としてちゃんと機能してるっていうのも見れて、マジで感動でしたねあれ。蔵書量もね、もう幅広かった、すごかったよね。多分あそこ1日入れる入れる入れる、あ、階段かと思って座った下にあったもんね、本が。あった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 まあここにもあるんだみたいな下にもあるし、上見たらあるもんね。そう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 、もういろんな本がね蔵書されてました。すごい場所でした、ね、一回ね、機会があったら行ってみてもらいたいですね、梼原の図書館は。行ってみてもらいたい、ね、そこは多分1日本当に入れるから好きな人本当に入れる。あと個人的にはね、梼原座ですよ。いやー、それは正吉も、ね、あれ梼原に昔からある、本当に昔からある芝居小屋なんですけど、あそこのあの雰囲気、しかもあれね、あの普通に一般開放されてて、あの特に催し物してなかったらいつでも見に行っていいよみたいな感じのスタンスである場所なんですよあそこ。本当かよって思っちゃったよね。そうだから、あの入場料とかいらないし、あのなんなら誰もいないなあそこびっくりしちゃって、そうだから、あの一応役場の人にあの見に行かせてもらってもいいですかって、あ全然いいですよ空いてますんでみたいな感じだったんだけど、いやすごいなんか歴史を感じる、本当に歴史を感じる芝居小屋でしたねあそこね。本当にね、なんか舞台装置もそうだし、なんといってもね、あの舞台裏のサインの数、ね、あれあそこ楽屋なんですよ、あの小屋についてる。で、あの鏡とかの、ね、周りにね、いろんなサインがあって、なんかこう、あ、ここがちゃんと舞台のなんか芝居小屋として生きてるんだなみたいな証拠が残ってて、なんかいいなってなった。多分この旅で一番長いしたんじゃない？長いした長いしたあの素材量もすごかった。まさきちゃんもね、一郎くんもね、舞台が結構好きなところがあるから、見れてよかったというか、立ててよかった場所ですねあそこはね。立ててよかった、感動しちゃったもん、舞台の真ん中に立って ね、本当にね、これが舞台上からの景色みたいな。ポジションゼロとか言いながらねそうそういやでもさ、あの舞台から見た時のあの2階席の雰囲気っていうの、あの感じも良かったよね。渋かったわ。そう、マジで渋かったのよあの感じが。本当にいい場所でさ、そこは座布団引いてあぐら組んで座ってね、見てたんだろうね、いろんな芝居を。いいな、いろんな情景が思い浮かぶ、すごくいいところだったね。いやでも本当に、あ、それこそね、あの最後立ち寄ってた雲の上のギャラリーとかも、まさきちゃんが行きたいと思って行った場所でしたけど、いかがでしたか？正直なことを言うと、はい、なんだろうな、あのその時多分何もイベントがなかったからなのかは分かんないけど、
ギャラリー感はなかった。そうね、そうね、そうね。ギャラリー感はなかったけど、まああのね、特徴的な地獄組っていうんですか、あのすごくね複雑な、うん、あの構造が、建築的構造の、あの綺麗に綺麗な綺麗な建築物でした。ね。どういう構造でこれ建ってんだろうみたいな構なんか建築物でしたねあれね。うん。すごく一昔前にね流行ったの知恵の輪みたいな、はい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 奥四万十エリア、幸福の土佐御朱印巡り制覇の旅奥四万十エリアを、まさきちゃんと回ったんですけど、今回ね、はい、あのそれこそまさきちゃんが宿二一郎の一旅のロケに参加してもらうのも初めてだったじゃないですか。うん、いやいかがでしたか、あの一日回ってみて。隣の人がうるさかったです。何がどういうことどういうこと何何何何しょっぱなからうるさい、もう寝起きなのにさ、こっちはさ朝早かったね朝早かった、おはようございますじゃねえんだよなあれはあれはあの挨拶をすることで無理やりあそこでスイッチを切り替えてるの、うんうん、そう、あれを言うまではスイッチオフだからいやでもまあでもねすごくねやっぱ高知に行く機会もなかなかないですし、うん、お山にずっと引きこもってばっかだから そうねまあ見た感じはねやっぱお山と景色がさほどあの変わるわけではないんだけど、うんうん、でもそれでも高知ならでは あの建物だったり食べ物だったりっていうのを巡って、うん、高知を摂取しました摂取して言ってたな、そういえば高知を摂取しました。いや今回のロケはさ、あのというか今回のエリアがあのその場で飲むとかその場で食べるっていうものが結構少なかったから、あの一緒に回ってたまさきちゃんがね、なんかこう味を楽しむみたいなものをなんかこうそういう機会がそんなに多くなかったのだけが気がかりだったから、まあ、今度来てもらうときはね、あのぜひいろんななんかこう直接現地で食べれるものとかそういうのをいろいろチョイスしたいなと思います。ぜひぜひお願いします。はい、まあ、何卒今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。あとお酒の会話呼んでください。はい了解しましたというわけで、本当に、今回はお付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけでエンディングです。というわけで本日の一旅はここまで。奥四万十エリアいかがだったでしょうか。国道439号線やそこで見つけたレストラン、梼原の建築物など振り返ってみれば寄り道スポットが結構多かったエリアでしたね。今回梼原町の街を歩きながら改めて街歩き好きだなと実感したので、今度街歩きだけを目的とした動画なんかも撮ってみたいと思います。さて残すエリアはあと3カ所となった幸福の土佐御神巡り制覇の旅、次回は東の山側物部川エリアをお届けしたいと思います。お楽しみに。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。宿二一郎でした。またね。